羽生結弦選手の偉大さが再認識、 ISU 総会の決議案に影響を与え、採点方法の近代化を促進したとの話題が。以前には羽生結弦選手の世界記録更新がフィギュアスケートの改革を迫らせるという話題があったのをご存知かも。日本の羽生結弦選手がこれ以上は望めないほどの高得点を叩き出し、世界記録を次々と塗り替えた後、採点方法の変更について話し合いがされていた。それが今回の GOE 出来栄え点の改善と、これまでにないフィギュアの改定案の採決につながったのでは。恐れるべし羽生結弦、自らの可能性に挑みつつ次々と記録を塗り替え新時代を築いてきた歴史の重さが、この ISU 総会に大きな影響を与えたのではなかろうか。しかし主なる変更点を見てみると、この決定は羽生結弦選手にとって決して有利とは言えないものがある。1アスリート委員会の設置、2フィギュアスケートのジャッジの匿名性の廃止、32018から2019シーズンから GOE はマイナス5からプラス5の11段階に変わる、4シングルとペアのショートプログラムの時間が10秒短くなる、2分50秒以内に演技を終える必要がある、016の2017、つまり来シーズンから適用する。この中で2フィギュアスケートのジャッジの匿名性の廃止はとても良い傾向であると言える。時々言われるようにジャッジによる個人攻撃と思えるような採点の格差、これはより透明性が高くなることでより良い方向になったと言える。しかし今回の GOE 出来栄え点の改善は幅が増えるので、プラス5の満点が続出すればかなりの高得点になるはず。ジャンプ、スピン、ステップの全部のエレメンツで取れればかなりの高得点になるのは間違いないのでは。史上初の300点超えで世界歴代最高得点を記録した羽生結弦選手の記録はこれまで以上容易に塗り替えられてしまうかもしれないのだ。 330.43 点は過去の最高得点として羽生結弦選手の名前とともに消し去られていく可能性が出てきたのだ。 GOE 出来栄え点の実施は2018から2019シーズンからなので、羽生結弦選手は現役を引退しているのかも。でも羽生結弦ファンとしては逆に彼が自分自身の記録更新のために現役続行してくれたらとても嬉しいのだが。ありがとう。